青山広和、青山広和、青山広史、1981年10月25日体は、千葉県市原市出身のオートバイレーサー。2003年全日本ロードレース選手権、GP250 年間王者、ロードレース世界選手権250、CC クラス年間王者。最高峰、モートジッピークラスを4年間走り、現在は、HRC、ホンダレーシングの、 テストライダー。弟は現、オートレース選手の青山周平。5歳でポケバイに乗り始め、14歳でミニバイクレースを始める。15歳で桶川塾入学。1998年にロードレースデビューし、つくば選手権参戦。1999年には、ハルくプロより全日本ロードレース選手権、GP125 にデビューし、表彰台2回獲得。 2000年より GP250 に転向し、3勝で年間ランキング2位となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得。2002年には2勝で2度目のランキング2位。2003年は全6戦中5回の表彰台と安定したリザルトで初のタイトルを獲得した。ホンダ・レーシング・スカラシップ第一期生に選ばれた青山はアルベルト・プーチが率いるテレホニカ・モビスター、ホンダチームから ダニペドロサのチームメイトとして、ロードレース予選試験 250cc クラスに、フル参戦を開始。翌年も、同体制で参戦し、ツインリンクモテギで行われた、日本グランプリで、同選手権初優勝を遂げた。以降もプーチタクにほど近いアパートメントを拠点に、プーチのトレーニング指導を受けながら、レース活動を行っている。スカラシップ期間の2年間を終えて、からは、 KTM ワークスチームに移籍まで所属するが、KTM の 250cc クラスからの撤退に、伴い再び移籍を強いられることになり、は、高橋祐希の後継として、チームスコットに所属。マシンは、ホンダ RS250RW。前年の不振や、マシン開発が2007年を最後に終了しているということもあって、周囲も、 そして青山自身も大きな期待はできない状況であった。しかし開幕戦カタール GP の予選でアルバロ・バウティスタと激しいポールポジション争いを繰り広げて予選2位、決勝でも激しい3位争いを繰り広げて4位。続く第2戦日本 GP も予選2位、決勝もバウティスタと激しい争いを繰り広げて2位に入る。そして迎えた第3戦スペイン GP では ダメーカーのマシン開発が進むヨーロッパラウンドに突入したこと落選が予想され予選では6位に終わったが決勝前のサイティングラップでタイヤの異変に気づき決勝直前にマシンを変える決勝では4台による50回以上のトップ交代劇があったが最後にはバウティスタとの一騎打ちとなり最終ラップの最終コーナーでバウティスタを下して2年振りの優勝を飾るとともに ポイントリーダーに踊り出た。その後のフランスイタリアでは、ウェットレースでスペアマシンがない状況だったこともあり8位6位に終わるが、久しぶりにドライコンディションとなった第6戦、カタルニア GP では途中マシがスローダウンしたものの2フィニッシュ。そして第7戦ダッチ TT では残り2ラップの最終試験員でバウティスタと接触するものの、なんとかトップでチェッカーを受けに証明。その後も、 第10戦イギリス GP で一周もトップを譲らず3勝目を挙げるなどしてポイントリーダーの座をキープし続け、第16戦マレーシア GP を含むシーズン4勝と全レースでシングルリザルトを記録すという好成績を残し、この年を最後に廃止される 250cc クラスで年間チャンピオンを獲得した。青山は原田哲也、加藤大二郎に続き、 ロードレース世界選手権 250cc クラスの年間王者をエした3人目の日本人となった。は、最高峰のモートジッピークラスにステップアップし、チーム、パドックグランプリチームマネージメントに1名体制で所属することになり、マシンは、ホンダ RC212V を使用した。メインスポンサーには、オーストリアのオンラインカジノ会社である、インターウェッテンがついた。 開幕戦カタール GP をステップアップ勢トップとなる10位でフィニッシュし、その後も確実にポイントを獲得していたが、6月21日、第5戦イギリス GP にて、決勝日のウォームアップ走行中にハイサイドで転倒し、背中を強打して、脊椎圧迫骨折、第12胸椎を追い、療養のため、第10戦まで一時参戦休止となる。 その間は、秋吉康介とアレックス・レアンジェリスに代役を任せていたが、第11戦インディアナポリス GP より復帰。その後は目立った転倒もなく出走したすべてのレースで完走を果たし、年間ランキング15位でデビューシーズンを終えた。チームとは2年契約を結んでいたが、資金繰りが悪化したためモートジッピークラスからの撤退が決まり、青山はチームを離れることとなった。 グレシーニレーシングに移籍。250cc 時代からのライバルであるマルコ、シモンチェリオチームメイトに、クラス2年目のシーズンを迎えた。ウェットレースとなった第2戦スペイン GP では、クラス自己ベストの4位に入賞する活躍を見せるが、ドライ路面ではタイヤに熱を入れて、パフォーマンスを発揮させることができないという問題を、抱え会でのフィニッシュが続いた。 第7戦ダッチ TET では骨折で欠場中のダニペドロサの代役としてレプソルホンダからエントリー最新ワークスマシンを借る機会を得たがフリー走行での転倒でまたも胸椎を骨折してしまったその後も乾燥率は高いが回収団でのレースが続き年間ランキングでは前年から向上して10位を記録したもののシーズン終了をもってチームを去ることとなった シーズン、青山はグランプリを去り、スーパーバイク世界選手権に転向。典型トレーシングで、ジョナサン・レイのチームメイトとして、ホンダ CBR-1000RR を借ることになり、8位2回が、最高位で61.5ポイントを獲得し、シーズン18位。モートジッピー最終戦バレンシア GP には怪我で、欠場中の y ル・ナンデスの代役として、出場をし、このチームにとって、 貴重な13位を獲得する。は、モートジッピークラスに2年ぶりに復帰を果たす。アビィンティアブルセンスより、CRT マシン、FTR、川崎エンジンで参戦。シーズン序盤から、マシンのトラブルが多く不審が続き、第5戦イタリア GP では高速コーナーで転倒し、左膝の靭帯を断裂。次戦の、第6戦カタルーニャ GP では怪我の復帰を待たずに、 出場を試みるが、練習走行で転倒し、左手の中指第一関節の人体帯を切断、薬指第一関節を切断してしまい、第六戦カタルーニャ GP と第七戦、オランダ GP は欠場となった。その後は復帰し、出走したすべてのレースで完走を果たし、シーズン20位、シーズン最高位は、第15戦マレーシア GP の11位となった。 オープンクラスの有力チームチームアスパーへ移籍、エースライダーにニッキー・ヘイデン、青山はセカンドライダーとして参戦した。マシンはホンダの市販マシン RCV1000R を使用。第3戦アルゼンチン GP では青山はオープンクラスのトップでゴール、チームメイトのヘイデンは2番手で、青山自身とチーム共にシーズン最高成績のレースとなった。 第14戦のアラゴン GP と第16戦のオーストラリア GP の2戦ではシーズン最高位の8位となりシーズン23では14位となったファクトリーマシンとの性能の差により上位に踊り出ることはなかったがオープンクラスのランキング3位と安定した成績を残したより HRC のテストライダーとなっているがモートジッピーレーサーのダニペドロサーが 開幕戦直後に手術を行うことになったため、青山がペドロサの復帰まで代わりに参戦することが決定した。2009年11月にはメインスポンサーが同じインターウェイトン、スペイン語ではインタープエスタスという縁からリーガエスパニョーラの RCD s スパニョールの試合を表敬訪問し、当時同チーム所属だった中村俊介と対面を果たした。 青山は俊介からユニフォームを受け取る代わりにヘルメットを送ったが、エスパニョールの他の選手が俊介に青山のサインをもらってくれと頼むシーンもあり、俊介もその人気に驚いていたという。セパンインターナショナルサーキットと相性が良く、250cc 時代には6年のうちに4度ものポールポジションを獲得し、ポールトゥーインも2度飾っている。 チャンピオンを獲得した2009年には、コースレコードも更新してのハットトリックも達成した。モートジッピーにステップアップした2010年シーズンも、5位争いを演じシーズン自己ベストの7位に入りしている。ハルクプロの本田監督いわく、典型的な理論型のライダーであるという、マシンセッティングなども、きちんと自分の言葉でメカニックに伝え、一つ一つ積み上げて、 自分で納得するまで続ける。GP においては、KTM ワークス在籍時代から彼とチームのミーティングが他のチームと比較しても平均2時間とかなり長い。日本テレビモートジッピー放送での逸話。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。